旦帰り、ちょっと暗礁に乗り上げた感じよね。そうやね、でも入れたらいいんだよ、誰かは人をね、うん、オファーするのが一番難しいの、ある意味、ね、ある意味、どう声かけていいか分からない、うん、コミュニケーション成り立ったことないからいやでも分からんけど、ちょっとデーブはもしかしたら、うん、まあ、2つある可能性、うん、2つある2つある、うん、1つは宇宙人、うん、1つは未来人、うん、すごい未択やなでも確かに、うん、なんか子供の頃に海で溺れた時に救ってくれた人がおる。その話は知っとるよ。そうそう、うん、謎の外国人が助けてくれて、また消えたことがあった。でもそっくりなんで助けてくれた人がそうやん。そう、バックトゥーザフューチャーの話するとき、ものすごい汗かいとったそうやね、もう目が泳いで、ね、泳いでまあでもいよいよ未来人説は、未来人説なくはないんだ。これはちょっと、これはこれでちょっと、なんていうの、うん、我々で暴かないとデイブ追っかけんといけんっていう感じだった。本当、そうよね、うん、というわけで、デイブと待ち合わせです。未来人なのか、普通の観光客なのか。おぉ久しぶりです、久しぶりです。デイブです。デイブ、ようやく来ました。ようやく来ました。はい、まあ、ぶっちゃけて言うと、未来人なんじゃないかっていうこととかね、おしゃれで。私は未来人です。未来から来たっていうことですか。未来から来ました。タイムマシン持ってるんですか。はい、それに乗って来たんですか。うん、現代に。はいはいはい、見たいです。見たいです、うん、見れるんですか。はい、行きましょう。はい、何ですか、はい、今、はい、はい、行けます。未来に行きたい。行きたいです。ああ行けるんですか未来に行きましょう。始まる二人一組の話。
飛んでしまう。